いらっしゃいませ、つくラボ TV オープンです。本日のお相手は私、ラボットくんです。今回作っていくキットなんですけども、5スターストーリーズよりボックスさんから発売されてますハイスペックガレージキット、スーパーショルティイモータルクバルカン、ゲートシオンマック3、リッタージェット、破裂の人形、シープヘッドバージョンになります。それでは開封です。つくるラボだよ。まずは表面処理をやっていきます。ヤスリとデザインナイフ、まあ、タガネとかを使って、シャープなところはね、よりシャープになるように、あと全体をね、まあ、傷だったりとかパーティングラインとかを消していきます。で、この際にあまりね、ツルツルになるまでね、ヤスリかけすぎちゃったら、塗料のノリが丸くなっちゃうんで、ある程度荒らしてる状態で終わってください。つくるラボ、表面処理が終わったので、次はね、まあ、これレジン製のキットなんでね、どうしても小さい穴とか気泡の穴が残っちゃうんで、まあ、そういうのを直していきます。で、いつもだったら瞬間接着パテとかね、まあ、色とかこだわらず使っていくんですけども、今回透明レジンのパーツも多いので、UV レジンを使って直していきます。で、固める際のね、注意点なんですけども、小さい穴にそのままね、流し込んだりしても、どうしてもね、食いつきが悪くなったりするので、デザインナイフとかで大きくグリグリと穴を開けて、で、そこに流し込んで固めてヤスリで整えていきます。はい。で、こちらがね、このキットのね、特徴的だった部分の一つで、このスタビライザーのパーツ、長いパーツがね、全部バラバラに分割されておりました。結構こういうパーツって長いまま一本でっていうことが多いんですけど、まあバラバラにされてるので、まあ当然これ軸を打ってつなげていきます。0.5 ミリのね、アルミ線を使って軸打ちしていくんですけど、まあ色塗ったりとかね、いろいろする前に、こいつに関しては部隊編成、何個かに分けてね、もう軸を打った状態で、加工処理をしていきます。その方がね、個数が少なくて済むのでね。なので、まああまり揺れない程度の2個とか3個とかつなげた状態で置いておきます。それでは仮組軸打ちをやっていきます。で、今回のキットなんですけども、今までの GTM シリーズに比べて、パーツ間の干渉ってのがね、少し緩くなった気がします。で、まあ今までのね、GTM シリーズのガレージキットだと、各パーツのね、まあ軸とダボが結構キツキツなんで、軸とか打たなくても保持できるようなね、部分とかも結構あったんですけど、まあ軸打ちましたけどね。でも今回は結構スカスカになってます。で、これスカスカが決して悪いわけじゃなくて、どうしてもね、塗装を重ねていくと塗料の厚みって出てくるんで、まあそういった部分も考慮した上でスカスカになってるのかなっていうふうに、まあ考えながらね、仮組みを行っていきました。で、まあ、あとはね、今回、ネオジム磁石を大量にね、使って、外装パーツとかは、パーチできるように作っています。で、頭のパーツとかもね、ちょっと取り外しができるように作ってますんで、まあ、そういった部分もね、見てもらえたらと思います。で、ネオジム磁石をね、仕込む際なんですけども、まあ、見えない部分はね、そんなに気にせず、打ち込んでますけども、どうしてもね、DBB ガットブローンね、ところなんかは、エフェクトパーツをね、取り外せるようにね、したかったので、どうしても見える部分にね、ネオジム磁石とか出ちゃうんですけど、まあそういった際はね、ちょっと深くね、穴開けて、で、奥までちょっと差し込んで、薄皮1枚、UV レジンを流してね、固めて、表面やすって、塗ったらね、見えなくなるように、少し加工とかも加えてます。以前動画で作ったね、アワートレジャーさんの、同じ機体、リッタージェットがあるので、まあ、少しね、原型師さんだったり、メーカーさんによってね、こんだけ違いがあるんだよっていうのをね、わかるように、ちょっと比べてみますね。まあ、こんだけね、ちょっとサイズ感とかもね、違ったりするので、まあ、同じ機体だからといってね、やっぱり他のメーカーさんから出たらそっちも買っちゃいますよね、皆さんもね。はい、下地塗装も終わったので張り切って塗装をやっていこうと思います。はい、で今回のね、塗装イメージなんですけども、まあソリッドの色味とクリア感のハイブリッドみたいな感じでね、イメージして塗っていきました。で、まずはね、ベースとなるところにちょっと濃いめのクリアブルーを吹いていきます。で、まあこれ光を通した時に縁側だけクリア感ちょっと出てね、真ん中は一切光を通さないソリッドみたいなのをね、イメージしてます。で、その際ね、縁側が光を通す際にただね、透明にじゃなくて、中のこのクリアブルーがね、うっすらと光をね、通すイメージで今回は組み立てていきます。
で、いつもだったらこの塗装してる間にね、まあ、結構機体解説とかやってるんですけども、前回ね、同じ機体っていうかアワートレジャーさんの際にね機体解説やってるのでね、今回はボークスさんが発表してるこの機体の説明をすごく力強くボークスさんに代わってやってみようと思います。改めて今回作っているキットはボークス製72分の1レジン製キット HSGK ショルティスーパーイモータルクバルカンゲートシオンマーク3リッタージェット破裂の人形ジープヘッドバージョンです。 TM ザ・ダルマスことゲートシオンマーク3リッタージェット破裂の人形が HSGK でついに登場。破裂の人形ことダルマスは聖断歴初頭の GTM ガーランドストーイー・ワーナー博士が設計した可変ツインスインフレームを持つ変形 GTM、 本来の名はマーク3リッタージェットといい、他の GTM より一回り大きく、その出力は3大 GTM を軽く凌駕する聖断最強の GTM と言われているが、国家機密扱いのため聖断誌にも頻繁に登場することはなく、神出鬼没で謎の多い機体である。本キットは A タイプ、B タイプの2バージョンでリリース。複数の呼び名を持ち、ファティマ・シズによってその時の最良の形状に姿を変えるという謎多き機体を、ぜひその手でじっくりとご堪能ください。一番印象的な本編登場シーンをベースに、設定画や月刊ニュータイプの表紙イラストの情報を取り込みつつ、全体バランスをうまく融合させるように造形し、一見直線的なデザインでありながら各部特に頭部に盛り込まれた曲線曲面の美しさまで徹底的にこだわり完全再現。その他腕部フレームは立体感を強調するためあえてパーツを細分化、腹部透明装甲も全て別パーツ化して、隙間から覗くフレーム構造も詳細に再現。さらに劇中に一コマだけ描かれているイヤリングまで見事に再現。発表当初強烈なインパクトを与えた月刊ニュータイプ2015年4月号の表紙を飾った書き下ろしイラスト版の頭部デザインを完全再現。複雑かつ鋭利な面構成を持つ頭部外装はその形状を正確に把握することすら困難だが、いざ立体化してみるとこれほど立体映えするデザインはないと言っても過言ではない。これぞ長野守デザインの真骨頂。さらに有り余るエネルギーを闘神に乗せ、発生するプラズマで装甲を電磁崩壊させるディストーションブレードブローの闘神やエフェクトパーツもクリア成形で見事再現。空が破裂したかのような轟音とともに飛行形態で飛来し、黒騎士ダッカスと激闘を繰り広げた名シーンを思い馳せるのもまた一興です。というわけで力強くね伝えてみたんですけど、どうでしたろうね皆さんね、欲しくなりましたでしょうかね。はい、こちらが塗装が終わった状態でございます。たくさんマスキングして、たくさんマスキングして、たくさんマスキングして、たくさん塗り分けをしてきました。はい、でこちらがね、まあ最初の塗装の時に言ってたね、まああの端っこだけちょっとスケルトンみたいなね、まあちょっとこの状態だと、まあグラデーションが軽くかかってるかなぐらいにしかね、まあソリッドカラーに見えると思うんですけども、まあこれをねちょっとライトで透かすとこんな感じ。真ん中は透けずに外側だけがねちょっと色がこうスーッと取ってるのが分かりますでしょうか。よかった。はい、では残すは組み立てのみなので作業工程を振り返っていこうと思います。で今回はね外装パーツ含め、まあ結構なパーツをネオジム磁石使ってね、取り外せるようにしてるので、あえてねフレーム部分だけ、フレーム状態だけでも見てもらえるように頑張って色分けをしてきました。なのでそういった部分も見てください。まずはパーツ処理ですね。今回ヤスリは400番から800番で処理しています。で薄いパーツであったりとかシャープなパーツはよりシャープに見えるようにデザインナイフとかタガネを使ってカンナ掛けしたりとかディティールラインの処理をしています。で仮組ですね、今回外装パーツとねネオジム磁石でね処理してますので、結構パチパチとねあの組み立ても楽になってます。
はい、でその次はパーツ洗浄を行います。ここはねかっちりしっかりねパーツ洗浄やっちゃってください。はい、でこの後が下地塗装ですね。ノーマルのレジンに関してはクワトロポルテのプライマーサーフェイサーを使っています。でクリアレジンに関してはフィニッシャーズのマルチプライマーを拭いています。では本塗装をやっていきます。まずはねフレームのパーツ、ガイアのアルティメットブラックで一旦ツヤツヤのグロスに仕上げていきます。で次にねダイヤモンドシルバークレオスのやつとガイア純色バイオレット、ガイアのスターブライトシルバーをうっすらと、まあ、あの全体に吹きつけるけども塗りつぶしすぎない程度に塗っていって、その後マスキングをして塗り分けする箇所に関してはクレオスのダイヤモンドパールシルバーとキララ銅のパールパープルで、これにクリアを混ぜたもので紫色を強めに出して塗り分けをしていきます。次は腹部のね蛇腹のパーツをやっていきます。ガイアのアルティメットブラックにクリア塗料をね混ぜてあげて固めの黒で、まあ、全体をツヤツヤにしてあげます。その後ガイアスターブライトシルバーをだいぶ希釈ね希釈を強く、まあ、希釈薄めにしてね、それをふわふわふわってふわっていう感じでね、ゆっくり何度も重ねて綺麗に仕上げてあげます。その後、ショーアップのマルチクリアグロスで一旦クリアコートで、最後完全乾燥した後にガイアのプレミアムミラークロームをごくふんわりふわっとふわーってだけね、ちょっとあの角にかかる感じだけしてツヤ感、ツヤ感っていうかね色っぽさ、なんかメキッとした感じが、ね、全体がメッキじゃなくてシルバーだけど一部キラッと光るようなイメージ、そんなイメージで仕上げています。で腹部の透明装甲に関してはショーアップのマルチクリアグロスで仕上げています。その後マスキングをして裏地の部分に関してはフィニッシャーズのクロームシルバーを使っています。次はね、メタリックブラックの箇所なんですけども、まずガイアのアルティメットブラックでねツヤツヤに仕上げた後にスターブライトシルバーとダイヤモンドシルバーを混ぜた塗料をほんのりほわっとね、なんていうかな、なんかとメタリック感出てきたけどちゃんと黒だなっていうところで止めています。本体装甲を塗っていきます。まずはクレオスのディープクリアブルーとガイアのクリアブルーを使って下地のクリアブルー層を作っていきます。でこの青色が後でね透けて出てくる部分の基板になるところですね。でその次にクレオスのディープクリアブルー、ガイアウルトラマリンブルー、フィニッシャーズのピュアホワイトを使って中心部分からうっすらとソリッドカラーとして水色を拭いていきます。ただこの段階では、この塗料の段階では後ろからね光を当てると全体的に光を通してしまいます。でその後にクレオスのディープクリアブルー、ガイアウルトラマリンブルー、ガイアアルティメットホワイトで作った、まあ、もっとね彩度を上げて水色に近くなった塗料をさらに中心部分から外に広げていきます。なのでよりクリアに見える部分、うっすらまだ透ける部分で全く透けない部分の3層のグラデーションに仕上げました。でその次にマスキングをして、今度ガイアアルティメットホワイトと純色シアンをごく少量混ぜた部分で白色の部分とかを塗っていきます。で最後全体的にクレオスのアメジストパープルとクレオスのサファイアブルー、それにねクリアを混ぜたものを、まあパール量はねほとんど、うっすら見える程度に残したものを全体的に吹きつけてちょっとツヤっぽさを足しています。はい、では次にねディストーションブレードブルーの刃の部分をやっていきます。フィニッシャーズのクリアレッドを根元から中心部分にかけてね真ん中だけちょっと塗っていきます。で次にガイアのクリアオレンジを全体的に塗っていって、最後先端部分であったりとか、刃の縁側だけをガイアのパールゴールドでさらっと塗っていきます。で次はエフェクトパーツですね。ガイアのウルトラマリンブルーで本体からねつながっていく部分を塗って、でそれ以外の部分をガイアのクリアオレンジとクリアイエロー、あとはねガイアのパールゴールドとかを使ってランダムにねちょっとムラがあるように塗っていってます。
で次はまあその他なんですけども、ガイアのスターブライトゴールドだったりとかエナメル塗料とかラッカー塗料を使って塗り分け箇所とかを仕上げていっています。最後仕上げなんですけども、今回ね半艶の仕上げにはしてます。ただ一旦クリアコートをかけて空研ぎをして表面をなだらかにした上からクリアパーツに関してはまたクリアを、で半艶のパーツに関しては半艶クリアをそれぞれトップコートでかけています。であとは組み立てたら完成です。やたらめったらクリアは多いわね。もうなんか塗り分けも多いわ。塗料もなんかやたら使ってるわ。でね、大変解説が疲れました。感想、はい、あとはねこれが完成したら完成でございます。っていうか当たり前のこと、当たり前やね、何を言ってんねんね、疲れとんのかね。で今回のキットね、パーツ点数も多かったしね、あとはやっぱりクリアパーツをどういう風に扱うのか、どういう風に表現するのかとかね、すごく悩みました。正直これ何回かね色落としてね塗り直したりもしてますし、あとはやっぱそのクリア感、クリアグロスでいくのかね、それとも半艶でいくのかとかね、まあここはねもう自分のもう心にねこう何度も問いかけて、どっちがいいんだい、どっちがいいんだいというね、まあ、自分の心に寄り添った塗装をやってみました。こっちの方がかっこいいんじゃねとか思いながらね。なのでまあ違う意見の方もいらっしゃるとは思うけど、ここはね、まあ、優しく見守ってあげてくださいね。でやっぱりスタビライザーとか、小さいパーツ塗り分け箇所大変多くて大変大変でございました。もう大変大変でございました。なのでねこの苦労がね完成したら報われません。まだ報われません。なぜならこれはねやっぱね動画としてたくさんの人に見てもらえて、よりたくさんの人にね見てもらえて、高評価とかチャンネル登録とかねたくさんねしていただけると本当に報われますので、ぜひぜひよろしくお願いします。でね5スター好きな人ね、 GTM ゴティックメイドモーターヘッド好きな人ね、モーターヘッド見たいでしょ。あのデカブツがもしかしたらうちのチャンネル登録してると見れちゃうかもしれませんよとかね、まあ最後なんでねちょっと言っときながらね、まあこの後完成動画しっかりとね、まあ回してますんで、それも見ていただいて、で今回ねこのキット実はね大阪であった展示会のモデフェスっていうのにね展示で持っていきました。で長らくお付き合いいただきありがとうございました。本日お相手いたしましたのは私ラボットくんです。ではね、次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。それではじゃあね。